2024年9月10日、現地時間、北中米ワールドカップアジア最終予選で日本がバーレーンに5対0と大勝。ホームではなくアウェーで圧倒的な力の差を見せつけた彼らのパフォーマンスを見ると、今年1月に開催されたアジアカップでの低たらく、ベスト8敗退、は何だったのかと思ってしまう。画像、上田、森田、小川の得点で快勝。 W 杯アジア最終予選第2戦バーレーンゼロから1日本。もちろん、アジアカップでの苦い経験を糧に選手一人一人が鍛錬を重ねた結果のスコアとも言えるだろう。やはり、伊藤淳也の復帰は大きい。中国戦で途中出場ながらも3得点に絡んだ彼は、今回のバーレーン戦でも最終局面で違いを作り出した。テクニシャンの同案率、推進力が持ち味の伊藤と、 タイプの違う二人を揃えた右ウィングバックは相手からすれば厄介。左ウィングバックも三笘薫を軸に前田大然、中村ケイトと殺傷力抜群で、バーレーン戦では途中出場の中村が後期を演出するなど選手層の厚さを見せつけた。3.421システムを機能させる上で、ウィングバックが果たす役割は重要。3バックに吸収されては攻撃が停滞するし、 かといって高いポジションを意識しすぎるとその裏のスペースを突かれる。その点、バーレーン戦では三苫、マ、同案、伊藤、中村ともバランスよくプレーしていた。印象的だったのは三苫だ。守備をつなくこなしつつ、左サイドから何回もチャンスメイクしたパフォーマンスは圧巻。コンスタントにアップダウンを繰り返し、しっかりとボールに絡んでチームを機能させる。 相当な運動量が求められるウィングバックを質量ともに完璧に近い形でやってしまう彼の凄さを改めて見せつけられた。そして、伊藤である。彼が途中から出てくる恐怖を中国に続き、バーレーンも嫌というほど味わっただろう。疲労が蓄積された状態で、あのドリブルとあのフィニッシュワークを食らったら、もうやめてくれ、となるはずだ。